愛知最強肉グルメ店ベスト20、あなたも知っているあの名店がここでランクイン。トータルはもう20回以上になると思います。で、来るたびに、はい、来てた頃の気持ちを思い出すので何度も食べたくなるお味です。第7位、マメゾン。一度は耳にしたことありますよね。愛知には6店舗、さらには海外にも出店している大人気洋食店。本店はセレブが集まるおしゃれタウン、星ヶ丘に。創業から40年を超える味わい深い店内。そんなマメゾンの名物といえば、不動の人気ナンバーワン、大きな大きなハンバーグ。なんか卵入ってるんですね、うん、あ、入ってますよ、半熟で、こんな感じで。どうですか、ここはトロ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 。どうですか、どうですか、これ、エツダ的に。エツダ的に、めっちゃ美味しそうです。うん、ソース美味しいですね。濃厚でコクがある。濃厚でコクがある。デミグラスソースの甘い感じはなくて、はい、なんか苦いぐらい、本当に大人な感じです。大人な味ね。真っ黒なソースはちょっとビターな大人の味わい。このデミグラスこそがマメゾンの人気を揺るぎないものとしたのです。その秘密を創業者の寺澤さんに聞いてみると、デミグラスソース本当に手で作ってるとだいたい2週間ぐらいで安定的なものができる、はい、それであとこしたりなんだかんだして3週間ですかね、はい、野菜や牛すじなど数十種類の材料をことこと、とそのレシピは創業当時から変わりません。完成までにおよそ1ヶ月、じっくり煮込むことで素材のうまみが溶け出すと同時に独特の苦味とコクが生まれるんです。僕のんべですからワインがもう20歳ぐらいから飲んであったので、はいはい、その時に合う食事はっていうとフランス料理じゃなくて、もっとハンバーグやグラタンやどこにでもあるようなパスタやっていうので始めたんです。ワインに合う洋食を。若き日の寺澤さんの思いが今では名古屋の当たり前に。ここの店名ってマメゾンさんっていうじゃないですか、はい、それって何語でどういう。フランス語で私の家です。なんで私の家っていう店名に。私の家だから。あ、そうなんですか。もともとがここは私の家だったし、はい、なんとここ本当に寺澤さんのお家だったんです。今でも当時住まいだったその名残が。若い時からこちらにはあの、うん、なんかことあるごとに来させていただいておりまして。そうなんですね。必ずこのデミグラの味が好きです。本当ですか。はい、じゃあもしかしてご主人とのデートとかでも。はいはい、参りました。そうなんですね、はいはい、主人と初めて来た時は全く二人喋っておらず、はい、あの静かに帰った、はい、思い出があります。はい、うん、初めて聞きました。はい、初めて聞きました。